さあでは今日の試合振り返ります。ハイライトをお送りしましょう。先発エースの金子博、一方6年目楽天は金島でした。初回松井が出て送ってチャンスに銀次、センターへ先制タイムリーヒット、1対0、金子から楽天が1点を取りました。しかしオリックスすかさず反撃。1回の裏同じような展開でワンアウト三塁、ヘルマンがセンターにヒットを飛ばします。平野圭一ホームイン、1対1、同点。そしてここからが違います。ランナー2、3塁としてペーニャ、レフトへ大きな犠牲フライ、2対1、勝ち越し。なおもランナー2塁で T 岡田、センターへタイムリーヒット、3点目。初回3点を取って主導権を握りました。金子が序盤ランナーを出しながら要所を締める投球を続けていると、まあ、しかし5回の表楽天もしぶとく食い下がってきます。また松井が出てランナー2塁、銀次タイムリーヒット、3対2、1点差に追い上げました。突き放すオリックス5回の裏2アウトから4点取ります。ランナー3塁でヘルマン、今日2本目タイムリーヒット、これがツーベースヒット、ランナー2塁、次は糸井ライトの右、タイムリーツーベースヒット、5対2、3点差。金島マウンド降りて2番手戸村、その戸村からペーニャ、5階席の前の方の看板ですね、直撃18号ツーランホームラン、7対2、5点差。7回の表金子はこの回まず銀次ライトフライ、その後は4番のジョーンズ空振り三振、5番の後藤空振り三振、この試合初めて三者凡退に楽天を抑えました。金子は7回でマウンドを降りました。8回、比嘉です。2番手比嘉がここは島ピッチャーゴロ、岩崎ピッチャーゴロ、ランナーピンチランナー岡島挟まれてタッチアウトになります。なんとか比嘉切り抜けました。9回です。9回中山ランナー2人置いてマウンド降りました。その後佐藤達也がジョーンズにタイムリーヒットを打たれます。まあもう1、3塁、今度は後藤です。これが犠牲フライになりました。楽天9回に2点を返しました。そして森脇監督は佐藤達也から平野吉沢を投入します。岡島ショートゴロ、これで試合終了。最後は7対4、オリックス9回に2点を失いましたが3点差、勝利をものにしています。